サルウェブ版のりです。動画制作のスキルを磨いて仲間もできる動画の力コミュニティ、これもう実は1年ちょっとぐらいなるんですけど、でも僕ね、この動画の力がどういうものかっていうのをあんまり動画の中でこうそれをね詳しく話す動画って俺作ってなかったんですよね。なのでちょっと今日は実際にそのメンバーに入ってる人にね、俺が言うよりもね、こんなコミュニティですよってあんまり俺が言うよりも実際に入ってる生の人の声を聞いた方がいいと思うんで、ちょっと今日はゲストを呼んでます。スイラバさんです。はい、よいしょ、椅子を持ってきますよ。どうぞどうぞ。はい、この辺でいいかな。この辺です。よし、あ、ちょうどいいですね。こんな感じでいいんじゃないですか。はい、あ、スイラバさんのコーヒーもちゃんと用意してるんです。頼みます。ありがとうございます。改めまして、はい、スイラバさんです。はい、スイスラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませということでもう大体覚えました。はい、はい、ちょっとね、ありがとうございます。ゲストに呼んでいただいてありがとうございます。はい、スイラバさんは、動画の力のメンバーに、コミュニティメンバーにいつ入ってくれたんですか。ですね、3月の最初の2日ぐらいだったんで、まあ7ヶ月ぐらいですかね。そうなんですね。大体それぐらい経ってましたね。いつの間にか、なんかそんなに立ってるイメージなかったんですけど、俺最初からいると思ってます。本当ですか。結構コミュニティに積極的に参加してくれてるんで、まあそれがね、本当コミュニティを活用するメリットなんですよ。そうですね。うん、なのでサロンじゃないんですよ、ね。サロンってイメージ正直あんまり好きじゃなくて、はいはいはい、あの俺が一方的になんかね、みんなに教えますみたいな、そうじゃなくて、コミュニティっていう風にあえてしたいのは、やっぱりこうみんなでいろんな考えとか、いろんなあのフィードバックとかね、持ち合って、うん、でよりさらにいいものを作っていきたいなっていう思いがあったんでなんですけど、まあちょっとその辺もね、詳しく実際に生の声を聞きたいと思います。はい、じゃあまず、動画の力コミュニティ、うん、実際に入ってみてメンバーになってね、良、うんうんうん、かった、まあ、いいポイント5つこれをちょっとシェアしてもらいたいと思います。わかりました。じゃあまず1つ目はですね、うん、まあまあ最初に思ったのは、その動画制作をしててやっぱり結構孤独感を感じるんですね。で YouTube なんか特にそのカメラに向かってずっと一人で喋ってるんで、なかなかこう周りの友達を聞いても動画好きでとかカメラ持ってるっていう人があんまりいなくて、まあそういうね、あの好きな人が集まってるコミュニティにちょっと入りたいなと思って探してたんですけど、あ、なるほど。はい、で実際ね、ちょっとのりさんのね動画にそこで出会って、あ、ちょっと分かりやすいティップスとか、本当にこう親近感のある喋り方とか、あ、ありがとうございます。すごくね、あの全然感じないですね、親しみをこんな感じでしょうか。そうですね。年も意外と近かったっていうね。そうですね。なんで、すごくそれで、あ、ちょっと入ってみようかな。でしかもその他のコミュニティと比べて、実はね月コーヒー2杯分ぐらいの、ね、料金でめちゃくちゃ安、そこだわりたかったんですよ。いいのかなとか思って、そう、それで安くて、ちょっととりあえずね、入ってみようと思ったんですけど、まあ実際入ってみると、本当にその iPhone で撮ってる、本当に超初心者の方とか、まあその iPhone で撮ってると初心者っていうわけじゃないんですけど、そういった方から、もう仕事、動画を仕事としてされてる方まで、もうすごく幅広く、あのコミュニティの中にいてですね。年齢もね、幅広いし。そうなんです。20代から、まあ、60代も、まあ、いますよね。なんで、本当にこう、ね、いろんな年代の人にこう会うようなコミュニティかなと思って、すごくそこは面白いなっていうのと、性別もね、そうなんですよ、女性の方も結構いらっしゃいますよ、いますよね、なんで、まあ、そういうのが面白いのと、あとはその結構こうばらつきがあると、バラつき、国籍もばらつきありますね、うちのコミュニティね。あ、確かにそうですね。台湾だね。台湾もいる、タイもいるし、中国、ドイツもいますよね。アメリカ、あ、そうなんですね。います。中国もいます。いや、なんかだからそういうあのいろんな、ま、国に住んでる人、内情とかやっぱりこうね、あのブログで見たりするんで、見たりするんで、そういうのもね、あの普段こう肌で感じることができないようなことも感じることができて、すごくいいなって思ったんですよね。なるほどね。じゃあ動画の力コミュニティの良かったメリット2つ目お
願いします。二つ目は、ちょっと見ていいですか？本当ね、伝えることたくさんあるんで、いっぱい書いてきたんですけど、あんまり動画の尺がね、ありますから、ね、ちょっとね、そこ考えながら。そういうこと分かってくれてるからね。いえいえいえ。楽なんですよ。そう。で、初コラボですもんね。実は俺初コラボなんです。初オンラインコラボなんです。オフラインですね。あ、違う違う。オフラインじゃないです。そうなんです。初オフラインコラボ。初めてのところのオフラインコラボに呼んでいただいたのが、このスイラバということで、ちょっと私のことを覚えておいてくださいね。チャンネルのリンク、動画の詳細欄に入れておくんで、ね。ああ、ありがとうございます。ぜひぜひちょっと見てみてください。遊びに来てください。はい。で、2番目ですね。2番目は。2番目は、3週間に一遍ですかね、フィードバックライブっていうのがあって、うん、まあそこで入って初めて、その、そういうことをやってるっていうのを気づいたんですけど、うん、3週間に一遍、その動画をアウトプットする場っていうのがあって、うん、まあそれまではね、YouTube って自分の好き勝手にやって、で、それを配信してるんですけども、それを、いろんな人にこう見てもらう機会が3週間に一遍そういったフィードバックライブっていうのがあって、で、そこの中で、例えばその、のりさんがそのフィードバック、動画について、ここはこう直した方がいいよとか、こういう画角で撮った方がもうちょっと面白いんじゃないっていうのだけじゃなくて、例えばその動画を始めて間もない方とか、本当に先ほど言ったように、動画制作を仕事にしてる方まで幅広い人のこうフィードバックをもらえるっていうのはすごくなんか画期的だなと思って、そこはなんかすごく、うん、あの3週間に一遍楽しめてますね。ですよね、うん、メンバーのうちの1人にねゲストで入ってもらって、そうなんです。で基本的に2人で、うん、あのライブやってるんですけど、みんなチャットでね、そう、あのなんか結構盛り上がってます、ね、そう盛り上がってますよね。この動画はこれいいっすねとかね。そうなんですよ。どんな動画でもいいしね、 YouTube に上げるための動画でもいいし、クライアントワーク用の動画でもいいし、うんうん、もうファミリー動画とかで一般公開してない動画でも全然いいし、うん、そうですね。オープニングで10秒撮ったんですけどどうですか、イントロ、この新しいイントロどう思いますとかね。それ聞けないですもんね、普段ね。聞けないですね。だから公開する前にそれをフィードバックいただけるっていうのが、うん、すごくなんか画期的だなと思って、間違いないです。それはね、本当良かったなと思います、うん、じゃあ3つ目、良かったこと3つ目お願いします。はい、はい、3つ目なんですけど、動画のことだけじゃなくて、うん、あのやっぱりそのコミュニティの中って結構こう雰囲気っていうのが僕大事にしてるんですけど、やっぱこう話しやすいとか、あのこう自分がしたコメントについてこうコメント返してくれないとちょっと寂しいじゃないですか。でここはちょっと違って、あの私がコメントしたことに対して結構ね、あのいろんな方からこうあのコメントを返してもらったりとか、例えばその他の方の例で言うと、こういう三脚があるんだけど、あのもっといいおすすめはありますか、うん、とか、そういう、まあ、動画の関連にはなるんですけど、うん、撮影の仕方とかじゃなくて機材のおすすめとか、そう、ね、そういうのがあの本命で、私これ使ってますよとか、ね、そうなんですよ。そうそう、いろんなこう三脚の絵が、これ今セールやってますよ、そうそうそうセール情報とかも結構、そうそうそう、あのありがたくてですね、うん、この前なんかその Adobe のプレミアがセールになってますとか、うんね、ちょっとこう見逃しそうなことも、動画コンテスト今ここでやってますとか、ね、そうなんです。だから今回のそのクライアントワークとかも ね、うんうん、そういった感じでちょっと相談したりとか、うんうん、なんかまあ動画関係ではあるんですけど、なんかいろんなあのコメントをして、それに対してすぐにこうバックがあるっていうのは、そうそう、ね、なんか参加してる感っていうか、うん、あの実際にこうね、あのオフラインで会ってるような感覚になるの で、ね、だって一番盛り上がってる投稿とかコメント20、30、40、ありますありますあります、多いのって50、60ぐらい、そうなんです、ね、そうなんです、そうどん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 こう深掘りしてってくれるんで、で自分がコメントしてなくても、そのコメントしてる人のあの返信とか見ても勉強になることもたくさんありますし、なんかその辺もですね、あの雰囲気がすごく良くて、すごくね、あの発言もしやすいんで、ああよかったよかった、はい、4つ目、動画の力コミュニティのに入ってよかったこと4つ目お願いします。4つ目はですね、最近あの始まったことなんですよ、はい、動画の編集とか、まあいろいろあると思うんですけど、その仕事、まあ、動画を仕事にするっていうのは、そもそも僕は最初そういう感覚では動画撮影始めてないんですけど、うん、意外と最近そういったクライアントワークのお仕事の話とかあのもらうようになってですね、で、あのこの前ですね、のりさんがその商工会議所ですかね、そうですね、あそこから
もらった案件をその動画の力のコミュニティの中でオンラインでその編集をやるっていうなんか企画がなんかちょっと新たに始まって、そうですね、あのチームでちょっとやりたいなと思って でこれはね、まあ、動画の力のコミュニティの中で動画の力動画制作チームとして動いてるんですけど、まあ、動画の力の中に限ったことではなくて、動画の力ってあの一応個人事業主で、あの、その名前なんですよ、実は。それの、もう、その動画制作チームでやりたいなってちょっと思ってて。で、それで、まあ、編集者ね、エディターを、そうですよね、はい、まあ、一般に募集しようかなって最初思ったんですけど、でも全然面識なくてよくわかんない人と組むよりは、ある程度わかってる人とやりたいなと思うし、編集のスキルはね、ぶっちゃけ後からでも上がってくるんですよ。だから今時点での高いスキルは俺は求めてなくて、でもなんか前向きに一緒にいいものを作り上げていくっていう同じベクトルを向いてる人と仕事をしたいんですよね。で、コミュニティのメンバーはもうそれがもう普段からやり取りしてるんで分かってるじゃないですか。で、それで、まあちょっとコンペ形式に今回のはね、したんですけど、あ、ちなみに商工会議所じゃなくて商工会の方です。商工会、別々で。あ、そうか、言ってました。俺両方と仕事してるんですけど、一応そこ多分言っとかないとちょっと、そうですね、怒られちゃうかもしれない。商工会の方です、はい。の方から案件があって、で、事業所さんの、プロモーション動画を今回6件かな。そうですね、6件分、6事業所分で6プロジェクトあったんですけど、それぞれにエディターをアサインして、そして、ズームでね、ミーティングしながら、やったんですよね。そう。だから、その、超濃いね。濃いですね。しかも、ちょっとその案件、6件ある案件の中の1つをエディターとして私が参加させてもらってて、で、実際にそのオフライン、あ、オンラインで、ノリさんとこう編集のね、詰めていくんですけど、本当にね、細かい修正が、あ、こういうことやってるんだとか。めっちゃ細かいでしょ。細かいですね。なんか、なんか嫌な人って思われるとか、ね、本当に細かいところ、そうそうそう、ワンフレーム、たかがワンフレームなんですけどね。しかもね、これ、有料級のね、はい、もう、編集技術とか、考え方とかを、ズームを使って、直で教えてくれる、もう本当に有料級のことをね、ズバズバと教えてくれるのが。本当に、それで俺、普段、動画制作講習とかしてます。そうですよね。講師で行って、そういうことを教えてるのも仕事でしてるんですけど、それを逆に、お金払って、うん。そうなんですよ。はい。有料級なのにお金をもらえるっていう、なんかちょっとよくわからないけど、なんかめっちゃ得してないっていうのを最近始めたんで、ちょっと今後もね、それ、めちゃくちゃ参加していきたいなとは思ってるんですよね。ですよね。はい。コーヒー2杯なんで。ですよね。めちゃくちゃ安い。そうなんですよ。その1000円っていうのも、こんな感じで、あと、ちょっとコーヒー飲んでくださいね。ああ、ありがとうございます。動画好きな人が、動画好きのことを、コーヒー飲みながら、ちょっとこう、こんな動画良くないみたいな感じで話せるときに、コーヒー1杯500円ぐらい使うじゃないですか。もしくは生1杯500円ぐらいをね。まあ、それを月2回ペースで、っていうことは2週間に1回ぐらい、それ、最低限でも、それぐらいの経費は、俺は払ってたんですよ。まあ、前、ウェイクボードとかスノーボードの友達集まって、みんなで飲んだりとかね、みんなでコーヒー飲みながらとかでビデオ見たりするわけじゃないですか。それで月1000円ぐらいは最低でも使うじゃないですか。っていう、でも最低ラインはその辺ぐらいの金額にしたかったんですよ。まあ、それで1000円です。ちなみに。すいません、anyway。そう、だから安いし、はい、そういった技術とかも、なんかお金をもらいながらやってるのちょっと申し訳ないなとか思いながらも、本当にね、吸収することがすごく多いんで、動画制作やってみたいって方もぜひね、動画の力をお勧めしてみます。あ、でもその、そのメンバーの1000円でなんですけど、まあそれはあくまでコミュニティのメンバーとしてなんですけど、でも言うても、まあ今ね、エディターで選ばれたスイラバさんには、もう教えながらね、ズームで教えていきながら、で、お金も払いながらですよ。で、やってもらったんですけど、でもその、やっぱプライベートレッスンみたいな感じで、マンツーマンで習いたいっていうふうにも実は言われてて、そういうのも実際やってるんですよ。で、それをちょっともうコミュニティのちょっと別のオプションとして、もうやろうかなと正直思って、それで、月5000円のプランとコースと、月1万円のコースっていうのを別で作ったんですよ。で、それはまあみんなと同じように月1000円のコミュニティのメンバーと同じようにコミュニティにも参加できるし、プラス5000円の方は月2回、ズームのやったような、ミーティングを月2回30分のミーティングを月2回セッションをセットできるんですよ。で、別にやるのが、
カリキュラム決めてもいいんですけど、多分決めない方が、それぞれどんな動画やりたいかって違うじゃないですか。そうですね。だからそれに合わせて、まあ必要だったら画面共有をね、やったみたいに、カラーチャートを 見ながらとかね、はいはいはい、やったじゃないですか。ベクトルスコープ見て、そこが向けとこの、みたいな、はい、そんなまでもやってもいいし、もしくは YouTube のね、伸ばし方とかも、まあ大体いろいろノウハウかなり溜まってきて、コンサルもやってるんで、じゃあそういうノウハウをね、活かしながら、じゃあチャンネルじゃあどうやっての伸ばしていこうかとかを YouTube スタジオのアナリティクス一緒に見ながらとかでもいいし、そういう風なのが5000円のコースは、月2回30分セットアップができる。で、月1万円のコースの方は月4回、しかも30分じゃなくて40分を4回セッションをセットアップできる。ちょっと安くないですか？もうちょっと、本当はもうちょっともらいたいんですよ。あ、でもなんか、なんかあんまりなんかお金したくないですよね。なるほど。まあ、はい。いやなんか。ちょっと無理だと思ったら値上げするかもしれないです。いや、でも1万円は安いと思いますね。ですよね、多分ね。はい。動画制作学校に行くよりも多分絶対濃いですよ。絶対濃いく、もうリアルに。はい。学べると思うんですよ。独り占めできますからね。ですよね。はい。まあでも一応ちょっとやっぱ人数も制限しないと多分こなせないんで、セッションの時間もセットアップしないといけないんで、5000円の方のメンバーは20名マックスにしてて、で、1万円の方のメンバーは10名マックスにしてます。もうそれ以上はもう多分こなせないんで、まあまあ、興味があったらぜひね、ぜひ詳しく。はい、習いたいっていう人は、ま、1ヶ月だけ1枚のメンバーにして、その後は普通のメンバーに戻すとかでも全然、ま、決済システムはキャンプファイヤーが多分やってくれるんで、そういう風にしたかった。いやどうしようかな、ちょっと考えます。で、なんかちょっと集中してやりたい案件があるっていう時は1ヶ月だけちょっと、そういうセッションに変えてもいいし。なるほど。はい。じゃあ、5つ目。はい。動画の力コミュニティに入ってよかった5つ目。5つ目。お願いします。まあこれもさっきの話とちょっと通ずるところはあるんですけど、今回ね、私がクライアントワークで2回目の、ちょっとクライアントワークに挑戦したんですけど、そうですね。ちょっとね、規模というか、私がこう今まで経験したことない YouTube 動画を5本撮影するっていうやつだったんですよ。で、しかも、その、野球教室の YouTube 動画ということで、僕、野球とかあんま経験がないので、全くこう、切り口がわからないのと、どういうふうにこう、提案していいのかわからない。そうですね。で、どうしようかなって、まあ、多分動画制作を仕事にこう、これからしていこうっていう人は、例えば予算組だとか、そういう、どういうふうにこう、提案していいのかとか、絵コンテとかも、いろいろこう、あるじゃないですか。めちゃくちゃ下準備が超大事ですね。そうですね。準備が大事なんだけど、その準備のやり方もわからないので、どうしようかなと思ってたんですけど、ちょっとこう、ノリさんと今回相談をさせていただいて、じゃあ一緒にこう、やるっていうね、いいんですかっていう感じのことがあって、だから、チームでやるんですよね。そうなんですよ。だから、動画の力、だからこそ、そのね、いつもこう、フランクに、こう、話してて、まあ、距離もね、距離感も近い、こういったコミュニティなので、まあ、気軽に相談できたっていうのもあるので、なんかこう、ね、今までクライアントワーク受けたんだけど、ちょっと今の技量じゃ、もう私無理ですって断ってる人って結構いると思うんですよね。なので、こういったコミュニティを使うことで、こう気軽に相談できるっていう場があるっていうのは本当助かったなと僕は思いますね。まあ、今回オペレーター、カメラオペレーターをやってもらったんですけど、はい、逆にね、そこだけを集中してやってもらって、でそれ以外のことはもうこっちでやるんで、俺がディレクターを、ね、やらせてもらって、でもね、いい感じにいけましたよね、チームでね。そうなんです。めちゃくちゃなんか、参考になるね。ちょこっとしたこう。めちゃめちゃ細かいティップスもその中でも。有料級じゃねとか思いながらこう撮影してたんですけど。そうですね。あれ絶対有料級だと思う。そうですよね。なんでその。細かい機材の使い方とかね。そうなんですよ。なんでその機材を、なんでそういうふうに使わないといけないかとかね。そう。あんま教えてる人いないですもんね、YouTube とかで。そこまで。いないですし、やっぱりこう実際にオフラインで会って、こう言ってもらわないとわからない部分。っていうのも結構あるので、なんかこう気軽に相談できる環境がこういうふうに動画の力みたいにあるっていうのは、本当なんか心強いなっていうふうに思ってます。そうですよね。はい。これからもなんかそういうチームでの動画の力コミュニティの中での動画制作チーム
ていうプロジェクトっていうのはなんかその、まあ、今回は YouTube 動画を作りたいっていうクライアントの案件を受けたんですけど、まあ、プロモーション動画とかね、まあ、いろんな感じの動画とかやっていきたいなと。ドキュメンタリーとかもやりたいし、面白くないですか？いいですね。ね、ちょっと思いついたんですけど。で、なんかそういういろんなジャンルのものをみんなでやって、まあ案件かもしれないし、案件じゃないかもしれないし、楽しみだけ、みんなが楽しむだけでやってもいいし、なんかそういういろんな可能性がね、もうカナダから帰ってきたんで、そうそうそう、帰ってきて、オフラインで。近いんで、たまたまね、近いんで、相談できたんですけど。はい。はい。ありがとうございます。それが5つ目。5つ。もう、長かったですか？大丈夫ですか？いや、全然大丈夫。もう長いならまだいっぱいあるんですけどね。ですよね。だいぶ端折りましたけど。まあでもまあここまで5つシェアしてもらって、ちょっとやらせみたいに、こう、取られても嫌なんでね。なんで、まあ悪いところ。ああ、悪い。ちょっとこの動画の力の、ここはちょっとね、みたいなところも、まあ素直にも言ってほしいなと思って。出てくるかな。いいっすよ。耳すときましょうか。悪いところというか、まあちょっとこうシステム的な面になっ、まあ動画の力うんぬんじゃないんでしょうけど、ちょっと動画の力は Facebook のこうコミュニティのシステムを使って、限定プライベートコミュニティですね。のを使ってるんで、ちょっとこう Facebook のそのシステム的な問題なのか、プッシュ通信がですね、たまにこう、私の携帯の時、届かない時があったりするんですよ。あるんですよね。結構さっきも4番目と5番目で言ったような、その、例えば編集案件がのりさんの方からこう降りてきましたっていうのが気づかないことがあるんですよ。まあ実際何回かあったんで。ありましたね。他のメンバーの人も、そんなあったんですかみたいな、ね、そんなの今気づきましたとかあったんで、ちょっとまあその動画の力が悪いというわけじゃなくて、すね、すいません。いえいえ、Facebook のその使用の問題で、ちょっとそういうのを見逃すことがあるので、結構ね、それからは、もうちょくちょくこう更新とか、一回こうアプリ閉じてもう一回見るとか、ちょこちょこ見てください、ね。そういうことをするようになりましたね。まあ、特に最近結構いろんなことがどんどん上がってきてるじゃないですか。更新頻度がめちゃくちゃ高くて、結構見とかないと。まあ今、Facebook のプライベートコミュニティ限定グループですかね。限定グループっていう機能を使ってやってるんで、まあ、我々のね、メリットはあるんですよね。まあ、チャット、メッセンジャーで。ああ、そうですね。個別にもその後、じゃあちょっとこっちで、詳しくはメッセンジャーでってすぐ話せたりとか、まあ、そういうのもあるし、まあ、プライベートに限定にしたいんですよね。家族の動画でちょっと、SNS に上げないんでっていう人もやっぱりみんなからフィードバックもらえるようにしたいし、クライアントワークとかだったら、ね、納品する前のものって見せれないじゃないですか。でもコミュニティの中ではシェアできたりとかもするんで、それでまあ今現状では Facebook のシステムを使ってるんですけど、先々ではひょっとしたら変えるかもしれないです。変えたいんですけどね、本当は。まあでも、まあまあ今現状ではとりあえずはあれで。ちょっと使いにくいところもありますけど、ちょこちょこチェックしてたら、ね、大丈夫。そのぐらいしか見つかりません。はい。ありがとうございます。素晴らしいもんね。もう、分かってますね。さすが。いや、でも、本当そうですね。ありがとうございます。はい、もうこれでね。助かってます。あ、本当よかった。楽しみです。撮影機能楽しかったです、ね。めちゃくちゃ楽しかったです。そのビハインドシーンの動画っていうのは、ま、ね、もう、撮ります。撮影の現場の話とかっていうのはまた別の動画にするんでね。そうですね。詳細欄にリンクを後から上がった時に入れましょうね。はい。はい、お願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、まあ動画の力コミュニティね。まあこのコミュニティのことだけしか話してないけど、まあ動画の力のコミュニティがベストだとは全然俺思ってなくて、やっぱそういうオンラインのサロンみたいなものもあるじゃないですか。うちよりももうちょっとサロン形式でやってるところとかも、まあ、入るなら入った方がいいと思うんですよ。入ってみて、で、自分に合うものを見つけてもらったらいいんじゃないのかなと思うんですよね。結構、ね、コミュニティサロンとかやってる人、大元さんとかもね、最近、そうですね。向こうも結構最近盛り上がってるみたいでね。はい。なんかそういうね、自分に合ってるものっていうのを見つけて、で、そこで仲間を、やっぱ仲間が大事だと思うんですよね。で、仲間を見つけて、で、まあみんなね、同じ動画が好きっていうところは変わらないんで、それをね、お互い、なんだろうな、まあ、高め合えるようなね、そういう、はい、そういう仲間を見つけられるといいと思います。いいと思います。はい、じゃあ今日の動画ちょっとでもね、参考になったと思ったら、高評価押しておいてください。で、スイラバさんの、チャンネルのもね、はい、ぜひちょっと覗きに行ってください。リンク入れておくんで。ぜひぜひ。はい、じゃあ次の動画で会いましょうね。ピースアウト。今回は来ました。じゃあね。